フレンゲレーロはスペインの元サッカー選手。スペイン代表であった。現役時代のポジションは MF。ビスカヤ県ポルトゥガレテに生まれ、8歳の時にアスレティックビルバオの下部組織に入団した。1991から92シーズンにはリザーブチームであるビルバオアスレティックに昇格し、セグンダ・ディビシオンでプレーした。1992年にはアイトール・カランカラと共に、 U-19 チームで全国リーグ、全国カップの2冠を達成した。同年9月、18歳の時に、ユップハインケス監督が率いるトップチームに初、招集され、デビューするとすぐに、レギュラーとなると、デビュー以来の2シーズンで28得点を記録した。1993年には、エルパイス氏のリーグ最優秀スペイン人、新人選手賞を獲得し、 1994年には、エルパイス氏とドンバロン氏のリーグ最優秀スペイン人、選手賞を獲得した。1993から94シーズンのアルバセで、バロンペイ戦では、ハットトリックを達成し、スポルティング基本戦では1試合4得点を記録した。これらの活躍で、レアルマドリード、FC バルセロナ、アトレティコマドリード、ユベントス FC、SS ラツヨ、 マンチェスターユナイテッド FC などの関心を引いたが、アスレティックビルバオに忠誠を誓い、1997年には10年間の契約延長を果たした。これは、クラブ史上最長期間の契約であり、この契約により、クラブ最高年俸選手となった。1997から98シーズンには29試合に出場して8得点し、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を 獲得できる2位でシーズンを終えた。しかし、その後の数シーズンは、出場機会が減少し、まだ28歳であった2002年には、ルイス・フェルナンデス監督によって、控えに降格させられた。2002から03シーズンから2005から06シーズンまでの4シーズンには57試合しか出場できず、得点はわずか4点に終わった。2006年7月11日、 記者会見で現役引退を発表した。プリメーラディビシオンでプレーした14シーズンで372試合に出場して101得点を記録し、UEFA チャンピオンズリーグも含めた欧州カップ戦では15試合に出場して5得点を挙げている。引退してすぐに下部組織でアルレ様の1チームの指揮を任され、2年後に退任した。 スペイン代表 U-16 スペイン代表から各年代の世代別スペイン代表に選ばれ U-21 スペイン代表としては12試合に出場して8得点を挙げたまだ19歳であった1993年1月27日ラスパルマスデグランカナリアで行われたメキシコ戦でスペイン代表デビューし同年6月2日の1994フィファ ワールドカップ、ヨーロッパ予選、リトアニア戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。1994年にはアメリカで開催された 1994FIFA ワールドカップ本大会に招集され、1試合に出場している。1996年には UEFA 欧州選手権1996に出場し、同年12月18日のマルタ共和国戦では、 ハットトリックを達成した。1998年にはフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップに出場した。1999年9月8日 UEFA 欧州選手権2000予選のキプロス戦でもハットトリックを達成している。2000年10月までに41試合に出場して13得点を挙げた。 1993年にはバスク国代表に初招集され、1997年のユーゴスラビアとの非公式親善試合ではハットトリックを達成した。2006年までに11試合に出場して6得点を挙げた。弟のホセ・フェリックス・ゲレーロはミッドフィールダーとしてプレーするプロサッカー選手であり、アスレティック・ビルバオの下部組織出身である。 プリメーラディビジオンでは58試合に出場して2得点を挙げ、セグンダーディビジオン以下も含めると160試合に出場した。出身地のビルバオにある、自身の名前を付したレストランのオーナーである、ユーロスポーツのコラムニストである。ありがとうございます。